アスカ交通株式会社は、BE トランスホールディングス参加の千葉市三浜区に本社を、奥バス事業者である、同区幸い町団地周辺における乗り合いバス事業の、他、アスカの愛称で、貸切バス事業も営む、女性運転手が多く所属している。1969年に入居が始まった千葉、幸い町団地は、路線バスの運行ルートが悪く、バス停の遠い住民を中心に、 西千葉駅からのタクシーに頼らざるを得ない状況となっていた。しかし、違法な相乗りが問題となっていたため、合法的なスキームとして、1974年に、幸町団地自治会との時間が死契約による住人乗りワゴン車の乗り合いタクシーが運行されることとなり、その目的で設立されたのが当社である。当初は団地交通の社名であった。間もなく、この乗り合いタクシーは、 輸送量が不足したため、29人乗りの中型貸し切りバスに切り替えられた。団地交通バスは、1980年代までは順調に旅客数を伸ばしたが、JR 京葉線の開通や団地の高齢化に伴い、平成に入ると利用者数が減少に転じ始めたため、企業送迎バスや観光バス事業との組み合わせによる経営効率化策が取られるようになった。 現在の社名につながるアスカブランドは1995年に制定されたものである。1999年には JR 稲毛駅、千葉駅北口への乗り入れを開始するとともに一般乗り合い旅客自動車の免許を取得。次第に快速停車駅である稲毛駅発着便の利用者が増えていった。 近年の事業展開としては、2008年に開業した千葉外房線エリアの深夜急行バス、2012年に開業した市中高速バスの銀座、東京駅、幕張ベエリア線がある。また、2011年には、木更津式を川に木更津営業所を開設し、アクアライン経由で、カズサアカデミアパーク内の企業輸送を開始した。しかし、2012年に、 グループの平和交通が開設したザアクセス成田の利用者数が増加すると、木更津営業所を閉鎖し、車両を転用する形で2013年4月から道路線に参入した団地交通バス、稲毛線稲毛線は、総武線の快速停車駅である稲毛駅西口から幸い町団地を循環する路線である団地の西部を循環する公民館経由と全体を循環する 八街区経由があったが、2019年11月1日より、全車が廃止され、新たに急行系統が新設された。八街区経由は、現在アスカ交通の主力路線となっており、最も本数が多い。いずれもの路線とも、16街区止まり、幸町中央止まりなどの折り返し便もある。千葉線は、千葉駅、北口ロータリーの整備に伴って、運行を開始した路線である。 2014年4月1日から千葉駅西口に発着に変更されている稲毛海岸線は稲毛海岸駅から幕張ベータウンを循環する路線である駅前にある商業施設のマリンピアへの買い物利用を想定している平日のみ運行一乗車100円で利用できる特殊回数券を10枚綴り1000円で販売している平和交通 JR バス関東 西岬観光と共同運行。西千葉駅と UR 千葉幸町団地を結ぶ路線である。西千葉線は団地交通バス運行開始当初からの路線であるが、稲毛、千葉駅への進出に伴って利用者が減少し、2019年11月1日付で休止された。貸切バスから転用された高速車同じ BE トランスグループのグループ会社である平和交通と同様、 所属車両は、日野自動車が主力で、三菱不装とい鈴がある、各一般路線で使用する、中型一般路線車と、深夜急行バス、マイタウンライナー用の高速路線車を配置している。路線車は以前は、日野レインボー路線タイプのメトロ窓のトップドアで、定員が座席分だけで、マイクロバスと同じで、ナンバーが小判のタイプだった。その後現行のタイプになった。2台のみ。 ワンステップで主に買い物バスや検査人の予備車として使用している。高速車は、マイタウンライナーには主に三菱不装やロスターの高速バス使用を、ザアクセスナリタには、日野セレガを使用している。セレガにはもともと高速用に導入したものと、木更津営業所から転用されたもの、以前行っていた、クラブツーリズム元専用車があり、それぞれ、使用と定員が異なっている。 深夜急行バスは、日のメリファとイスズガーラミオの2代目を使用している。貸し切り用として、日のリエッセニオを多数所有している。折りド車とプラグドア車があり、音声合成装置と校車ボタンが設置されている。主に折りト車は、買い物バスに、プラグドア車は、送迎に使用している。日のレインボー2と中古車の元関東バスと、元京浜急行バスのイスズエルガミオがあり。 買い物バスと送迎に使用している。特定車は、買い物バス用として、平和交通から移籍してきた、日のリエッセが1台と中古車の三菱そ装、エアロミディ ME が1台ある。予備車がないので検査時には、リエッセにを使用する。スクールバス用として、自家用の三菱そ装エアロミディと日のレインボーがある。観光用として三菱そ装と日の自動車の、大型車から、小型車まで様々な。 大きさの車両を揃えている。ありがとうございます。